富山ライトレール富山駅北停留所です。富山地方鉄道富山軌道線との接続工事のため、2019年8月3日に駅前交差点の北側のこの仮設の停留所に移転しました。接続工事が完了した2020年3月21日にこの停留所は廃止となりました。このホームは乗車専用ホームとなっています。次は校舎ホームに行ってみます。校舎ホームへは線路を渡ります。この交差点の向こう側に本設の富山駅北停留所がありました。乗車ホームと比べて校舎ホームは少し狭くなっています。仮設停留所とかつての停留所の位置関係です。この辺りにかつての停留所がありました。これがかつての富山駅北停留所です。ホームは2面2線となっていました。でこちらが工事中の南北接続線、その向こうには富山駅停留所があります。